綺麗だろう。川と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟の彼も言いました。光の雨はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。11月、カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな縁石も転がってき、小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を燃したり消したりしているよう、辺りはシンとして、ただいかにも遠くからというようにその波の音が響いてくるだけです。カニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出てしばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いているんだ。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれっきりだろ。いいかい、兄さんが吐くから見ておいで。そら、ね、大きいだろ。大きかないや、同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだ。そんなら一緒に吐いてみる。いいかい、そら。やっぱり僕の方が大きいよ。じゃあもう一つ吐くよ。ダメだよ、そんなに伸び上がって。またお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ、遅いぞ。明日イサゴへ連れて行かんぞ。お父さん、僕たちのはどっち大きいの？それは兄さんの方だろう。そうじゃないよ、僕の方大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、黒い丸い大きなものが天井から落ちてずっと沈んで、また股上へ登ってきました。キラキラと金の縁が広がりました。光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめていました。お父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばしてよくよく見てから言いました。そうじゃない、あれは山梨だ。流れていくぞ、ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど、そこらの月明かりの水の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした。梨ね、梨だったな。山梨ね3匹はポカポカ流れていく山梨の後を追いました。その横歩きとそこの黒い3つの影帽子が合わせて6つ踊るようにして山梨の丸い影を追いました。山梨じゃなかった。まもなく水はサラサラなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。どうだ、やっぱり山梨でよく熟して いい匂いだ。美味しそうだね、お父さん。待て待て、もう2日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でに美味しいお酒ができるから、さあもう帰って寝よう、おいで。で、親子のカニは3匹自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた混合石の粉を吐いているようでした。私の言動はこれでおしまいであります。言長？終わり。言長？言動ってあれだよ。